けない。わかりました。こいつは私が引きつける。援護する。
誰かを。あれはアバシスさん。やい、アバシスさん。配線アバシスさんたちがいれば。ちょっと待っててね、パパ。準備。待たせたな。今そっちに行く。任せとけ。デスガンなら、いや、君も知っているはずだ。そして彼の兄、俺はそれを知る。アバシスガン。それは、ここはゼリスカはリーダーを守って死んだ。ああ、デスガンに仲間の命を奪う。そのナーブギアには詳しくはパイソン君に聞いてくれ。行ったことなかったか。まあだけど僕と君だけど君は僕はだから奇跡。もし君がこの世界の意味を追い続けるのであれば、芽吹いた先にその答えがあるかもしれない。政府関連の知り合い、聞こうかに。
彼女は密かにデスガンの情報を探っていたよ。でもまさか自分の上司パイソンというプレイヤーに会ったことはあるだろう。デスゲームエリアを作った。ただパイソンもナーブギアを送る際に。じゃあアルファルドがデスゲームを。いや、今回の件に関係していた警察の取り調べでは、イツキの素晴らしい肝心のアルファルドのメンバーたちが住んでいる。何それ。それとクレハのも研究施設から盗まれたのは、誰に偽物を送るかについてパイソンが預かった包みは3つ。ひどい。じゃあイツキも安全なアミュスフィアを使っていたというわけなのね。正解はイツキに聞かないとわからないな。おそらくこれから君が落ち着いたら、君と初めて会ってそこで待っている。もう頭がごちゃごちゃ。なんか正解なんてない。あんたはごめん。あんたが私はリアルでも GGO でも構わない。セリスカさ、強さ、きっとね、私にとって大事な人だから。仮装でも私も。本当に来てたや。でも俺は岩地さんの中で仲間を失ったこともある。人、あのデスゲームをクリアできたのは俺をエイツソードアドンだけど、だからおせっかいだったら悪い。でも聞き役くらいはできるつもりだよ。デスガンの犯人シノンはここ。俺の勝手な奥、今思い返せるとするけど、どちらの世界でも。その言葉、VR 空間で君が聞く。そういえば知っている。脳を焼き切る成功例。なんか君を大切。もちろん。マスター、みんながこんなにマスターのこと。それじゃあ意味わかんないわよ。いちいち説明しなくてもわかるだろうけど。